それから次に、行政、市民、事業者で熊本地震を振り返り、今後の地域防災に関するアイデア出しを行い、地域防災計画や復興、まちづくりに反映するため、今月28日に復興ミーティング2017を開催をいたします。昨年11月23日の開催以来2回目となります今回のイベントですが、避難所運営を疑似体験する防災ゲームハグの体験会や炊き出し体験会、その他災害時の IP 活用方法やデザイン思考を活用したまちづくりなどをテーマに、課題解決のため新たなアイデアや事業プランをチームごとに競い合いますアイデアソンを行う予定としております。アイデアソンというのはアイデアとマラソンの掛け合わせた造語でありますけれども、これはIT 等を使ったですね、そういうデザイン思考を活用した手法として取り入れられているものでございます。で、今回のイベントでもですね、引き続きまして参加者の皆様の防災意識を高めていただくとともに、地域防災計画や復興まちづくりに関するさまざまなアイデア出しを通して、私たち市民一人一人に何ができるのか一緒に考えていただきたいと思っておりますので、ぜひ多くの皆様にご参加いただきますようよろしくお願いを申し上げます。なお詳細はお手元の資料においてご確認をお願いいたします。私の方からは以上でございます。